ちょっと遅れちゃった、1分遅れ。こんばんは、元気ですか？聞こえてますか？見えてますか？いた、ゴリゴリっていた。こんばんは、じゃーん。今日はスプラの T シャツ着てきました。これなんか初めて今日着たんだけど、なんか着心地めっちゃいい。なんか薄手のやつだった。薄手のやつめっちゃ好きなんで嬉しい。こんばんは、あ、見てくれてる。こんばんは。今日はインスタライブしますしてるからわかるか、インスタライブをしています。さあ、一番くじのやつだって。そうなの、これ一番くじのね、 C 賞かな。そう、 C 賞を自分で当てました。しかも一番くじがなんかさ、発表された時に、まあ、お姉ちゃんとかとこう LINE でね騒いでたんだけど、かわいい、やりたいとか言って、でお姉ちゃんも C 賞の T シャツが一番欲しいって言ってて、で私もこの T シャツが一番欲しかったの。でお姉ちゃんはもう一番くじの初日に C 賞当てて、いいなって思ってて、私も無事に当てました。しかも自分で、すごいそんな感じで今日は欲しかった T シャツも着て、スプラの話をするインスタライブ嘘です、まあ、そんなねスプラの話とかもしたいんですけど、今日は書き物をねしようかなって思ってるんですけど、まあ、その前にね、お腹が空いてるので、お腹が空いてたらなんだっけ、なんとかはできぬみたいなやつ、なんだっけ、戦はできぬみたいな感じで、なんかを食べようと思いまして、何を食べようかなって思って、なんだっけ、今セブンイレブンとスプラトゥーンがめちゃめちゃコラボしてて、セブンイレブンに行ってきたんだね。あんまり私が行ったセブンが品揃えがねそんなに多くなくて、多分人気だから売り切れちゃってて、もうハンバーガーとかもなかったし、ドーナツとかも何もなくて、じゃん、ラーメンはありました。このイカスミラーメンね、家でも食べたんだけどめちゃくちゃ美味しかったです。なんで今からまずはラーメンを食べたいと思います食べますね。じゃあちょっとお湯入れてくるわ。これ3分だよね。そうそう、3分なんで。いや、しかもこれシール入ってるんだよね、ステッカーが。めっちゃ可愛い。ランダムだから何が出るかちょっと見てみます。なんだろう、あ、でも私が当たったやつとは違いそう。あ、可愛い。まあ、一応開け、ちょっと3分とりあえずお湯入れてきますね。ちょっと私いなくなるけど、お湯入れてきます。これは3分待とう。ちょっとこれ3分待ちますね。なんでじゃんもうさ、自慢したい人だよね、ただのただの自慢したい人なんだけど、これも当てました、私の友達が。3分なんで、今4分なんで、あ、多分これ1分で、ね、遅いんですよ、私が設定したのがおかしくて。なんで、まあでも20時多分5分だと思うんですけど今、まあ、これが4分なんで3分になったら、あ、これさ、なんかさ、どうやってやるんだっけ、これ縄張りの音がかかるようにしたいな、3分後に。どうやってやるんやったっけな、ちょっと待って、20時7分に設定しよう。え、どうやってやるんやったっけな、あ、ちょっと待って、あ、20時7分にセットして、20時7分にセット。あ、これ多分あと2分したらなるんじゃないかな、多分。ちょっとこれで待ちましょう。これなるはず、多分。え、でもちょっとこれ初めて使ったんで成功するかは分かんないんですけど、楽しみだな。よし、これ取れないようにね、取れないように、じゃあスプラの靴置いとこかわいい。これはね、なんかこ
このグッズなんだけど、友達が誕生日プレゼントにくれました。めっちゃ可愛いよね。箱にちゃんと入ってるの。これランダムなんだけど、これはなんか1か2、あ、違う違う違う、3か4が欲しいなって言ってて、4が当たりました。なんか最近、まあ、これは友達がね、あの選んでくれたんだけど、そういうランダムとかくじ系の運が私に来てるかも。宝くじ買わなきゃ。はい、ちょっとお水飲んで落ち着こう。まあでも本当はね、ラーメン私固めが好きだから、3分待たない方が好きなんだけどね、本当は。でもちょっとこれ聞きたいから、なるはず。20時7分にちゃんとセットできてると思うんだよね。え、初めて聞くかも。なんか家でなんか設定するときに音楽、あの時間だけ設定して音楽は聞いてなかったんで、え、みんなと一緒に初めて聞けるかも。縄張り、縄張りの音だよね。あと1分、楽しみ。ドキドキ。いや、書き物もちゃんとしますから、この後いや、スプラフェットめっちゃあるのよ。ほら見て、これもじゃん。今日ほんと自慢したいだけの回。これも乾杯。スプラのコップ、これも一番くじなんだけど、あ、びっくりした。意外と長い。え、もう食べていいってこと？食べるね。あ、すごい、あったかい。意外と長い。え、食べるわ。だって時間経っちゃうじゃん。かわいい。え、ちゃんと設定できてた。私すごい。え、長くない？でもラーメン食べるよ。え、長い、すごい。めちゃめちゃ優秀なんだけど、ちょっと長いから食べますね。あ、めっちゃいい。スプラの音楽ってなんでこんなにいいんだろう。あ、めっちゃいい。わー、やばい。え、長くない？こんな長いもん。あ、止めるんかな、自分で。これ、あ、これ自分で止めるやつ？一生流れてるんかね。あ、流れて5分だから5分間流れるのかな。おー、止まった。すごい。あ、やばい、なんか変なとこ、変なとこ押しちゃった、また。あ、ちょっと待って。おお、じゃあちょっとこれは置いといて、いただきます。あー、美味しそう。ラーメンいただきます。熱いかな。あ、せーので食べなきゃね。みんなも一緒に食べようっていう話してたんだった。じゃあ行くよ、みんな。ちょっと時差はあるけど、せーの。あ、赤い。え、待って、ごめん、ちょっと待って、食べれんかった、せーので。行くよ、せーの。あ、ごめん、せーの。なんかちょっとガーリック効いてて美味しいの、これ。あ、やばい。カップラーメンってほんと美味しいよね。これイカスミ、イカしたイカスミ味で、なんかね、卵っぽいのが入ってたりとかね、具材も結構いろいろある。あ、やっぱりかき卵とイカとエビ、あとかまぼこ。かまぼこが青いの、スプラっぽくてかわいい。うまっ。おいしい。今日のインスタライブめちゃくちゃ盛りだくさんだから、でもマジで美味しい、やばい。あ、こ、うん、うん、あ、熱い。まあこういう時はね、タオルがあるんで、ちょっと失礼します。今日マジでこの机の上めちゃめちゃスプラだから、もう最高。てかスプラって本当になんか音楽も好きなんですよね。テンション上がります。
でもまだ3がね発売されて間もないんで、そんなにいっぱいはねやり込めてないんですけど、実はこのイカスミとシーフード味があって、普通に家でもイカスミ食べて、まだシーフード食べてないんですよね。なんかイカスミに惹かれちゃって、やっぱりスプラといえばイカって感じするからね。うん、皆さんは何食べてるんですか晩ご飯。なんかスプラさんはね、スプラ3はついつい3って言っちゃうんだけど、スプラ3は9月9日に発売だったじゃん。だから9月9日の12時になった瞬間から、でも次の日が朝早かったので、あの寝不足は絶対に良くないなと思って、でもちょっとやりたいなと思って30分だけやりました。あ、30分、うん、40分50分あの1時までやりましたそう、でも本当にあの撮影に響いたらダメだなと思ったので、もう絶対に30分って決めて1時間やりましたねそうそう、でもまあやっぱり初めはさ、なんかキャラをさ、こう色決め、色っていうか、そうそう、まあいろんな髪型決めたりとか、なんかいろいろそこにも時間かかるから、すぐにこう縄張りのバトルができるわけじゃないから、なんかそこに時間がかかっちゃって、そう、しかもなんかそこの設定ってめちゃめちゃ時間が、ポケモンとかもそうだけどさ、最初に自分の名前とかさ、キャラ設定にさ、めちゃめちゃこだわるというか、めっちゃそこに時間かかるじゃん、そういうのって。初めが肝心みたいなとこあるしさ、で後から変えれないとか言われるとさ、まあスプラは変えれると思うんだけど、髪型とか。で、まあ、その時に1時間ぐらいやって、ただやっぱりさ2とさ3ではやっぱ仕様がの操作とかはまあそこまで変わんないと思うんだけど、ルールも変わんないけど、やっぱさ、こうなんかなんどころところどころ違うじゃん。なんかそれをなんかまず1回理解したいって思っちゃって、なんかいろいろ調べながらやってた。落ちてるねいつ今コメントにさ、溺れたよって言われて気づいたんだけど、全然気づかなかった。ちょっとこれすいません、全然気づかなかった。いつ落ちたんだろう。ちょっともう半分以上食べちゃった、寂しい。結構ね、未だに暑いんだよね。うん、そう、え、なんか昨日もねスプラ夜やってたんだけど、ちょっとだけ。なんか今回そのバトルと、あとなんかロッカーとかもさ、自分でさ可愛くできたりとかするのよ、ステッカー貼ったりとか。昨日はもうそれをすごいこだわって楽しんでやってたら、自分が好きなエリアっていうルールがあったんだけど、ロッカーに必死になってたらエリアの時間帯終わっちゃって、あーってなったエリアもっと塗りたかったと思って。でも腕前は全然上がってないです。あと二口ぐらいで終わっちゃう。うまい、ラーメンめっちゃ美味しい。なんかさ、ラーメンがちょっともうめっちゃ食べたくてブログに書いてたんだけど、その時にさ仕事の帰り道コンビニで買って帰ったんだけどね、完食しました。ちょっとスープは全部飲めないけど美味しかった。
み込むの早いねって書いてある。そうなの、よくないよね。私本当に昔からもう本当にサイちゃんは噛まないねってお母さんに言われてて、そう、もう癖なんですよね。あー美味しかった。じゃあ何食べようかな。書き物しなさいよっていうね。え、でもなんか食べようかな、どうしようかな、どうしてほしい私に。この後の私にどうしてほしいの。どうしようかな。なんかデザートもねいっぱいあって、サーティワンのねアイスクリームもあるんだけど、それがねなんとすごいの。なんかなんと普通のねこのカップのダブルの方をねお願いしてたんだけど、なんかマネージャーさんがなんとワンホールも買ってきてくださって。すごくない？あ、食べてほしいですって書いてある、いいの？え、食べよっかな。じゃあ、え、じゃあさ、そのダブルの方もねもちろん食べるんだけど、ワンホール持ってきていい？ちょっとマジですごいから。私もサイトでスプラ の、まあ、そのワンホールの知ってたんだけど、さすがに一人で食べきれないだろうし、まあアイスはね保存できるからなんだけど、でも多分スプラで可愛いけど食べる機会ないだろうなって思ってたのよ。そしたらですよ、買ってきてくださって、じゃちょっとワンホール持ってくるわ。でもねそれなんか自分で作るやつなんよね。あ、ちょっと待ってね、持ってくる。これこれ、すごくない？もうなんかすごい、サーティワンって可愛いね。ちょっと見て、あ、もう画面がもうほぼ半分埋まったね。ちょ待ってね、これでね開けるのよ。あ、こ上から開けていいよ。あ、すごい。あ、待って、ぼやけてる、違うか。え、やばい。うわ、これしかもね、これをね自分で作るんよ。何回言うんだって感じだけど、ちょっとこっちに置かせていただいて、なんかね、ちょっとやばいんだけど、まずここに6個ねアイスがあるんだけど、いや大きすぎ。あ、でもワンパンのケーキはそこまでだよ。そんなに3日あれば食べれそうな感じ。どうで、これに自分でデコっていくんだって。そんなことしたら簡単に1時間経っちゃうよね。書き物が、書き物するよ、するする。ちょっと待って、みんなそんなせんないでよ。ちょっと待って、これをね、しかもまず可愛くない？これをね、ちょっと待って、私の方に向けていい？ちょ、ごめん、後でくるんとするから、ちょ一旦こっち向けるわ。あ、別にこれは別に一周どこも一緒なんか、だから別に自分がここをじゃあまずセンターとして。うわ、でもこのさ、やってる間に溶けそう。でもそんなことないか、サーティワンの結構硬いもんね、はじめね。で、これをこうするってことでしょ。あ、ん？これでもこう乗せるんかな。あ、違うか、こうか、こうするってこと。え、こう、あ、こうか、こうして、ちょ、見える？で、後ろもあるんよね、これこういうことやろ。あ、自分向きにしてないやん。え、ちょっと待って、あ、でもこっち向きで見たいよね、みんなだってね。あ、じゃあちょっと待ってしか言ってないけど、ちょっと待ってね、これを斜めにしてもっと見えるようにすればいいんかな。こうすればみんな見える。どうよ、画角的に。あれ変わってないか、あまり。あれ、待って、ここはね動くはずなんですけど、はずなんですけど、あれあれ、あ、違うか、分からん。ちょっとみんな、あ、なんかすごい斜めった。ちょっと待って、変だね、これは。これは変やな。これでいいか、ちょっと変わってないかも。これをちょっと斜めにして戻っちゃうな。まあいいか、見える、なんとか。あ、いい感じ。え、どうしよう、私向きでやっていい？あ、サイちゃん向きでやってって書いてあるから、あ、作るときはサイちゃん向きでいいよって。みんなありがとう、思いやりがあるね。じゃあお言葉に甘えてこちらに向かせていただきます。
あ、じゃあ一旦これはどうでもいいからこうすればいいんか。まだ何も入れてないから、あ、こうってことか。こうしてこうして作っていきます。はい、じゃあなんかねいっぱい、あ、アイスをねとりあえずこの、わ、かわいい、かわいい。え、これどうやって、え、スプーンで置いていくってこと。このじゃあスプーン、あの下までいろいろあるんよね。このピックもあるし、あ、なんかプレートもあるんやけどな、どこにあるんやったか。まあいいか、ちょっとやることが多すぎて。プレートはどこにあるの。まあいいか、待って、プレートもあるはずなんですよ。ちょっと待って、とりあえず6個乗せればいいってこと。どれから乗せよう。でも色がさ、色が濃いやつ、じゃあ茶色とかは、ま、手前に来るより奥にあった方がいいから。え、これさ、本当にちょっと待って、見本とかさ見てないからさ。いや、さっきは見たよ一回、あのサイトでは見てくる、今は見てないからさ、本当に自分の感じでやっていい。こうやってやるんだ。これ自分で作るの面白すぎるね。絶対楽しいよこれ。楽しいもん今。おすすめ。で、え、ちょっと待って待って。公式のサイトで見本見たいけど、まあ、いっか、もう自分のさじ加減でやる。ああ危ない。意外と溶けてない。硬い、カチカチだ。え、待って待って、これ、あ、ピンク、ピンク可愛いかな。これ何味なんだろう。ピンク可愛い。ピンク多めだ。で、ちょっと転がす。で、いいよ。で、茶色をこの辺に置いて、オッケー、あ、オッケー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 。え、かわいい。アイスってかわいい。で、なんかこのまたピンク、あ、でピンク、まあ、いいか、ピンクを、あ、これをあのあれじゃん。なんかハートのチョコが入ってるやつじゃない？ちょっと待ってね。ちょっと待って。あ、固まりすぎてて手につかなかった。これめっちゃスプラっぽいよね。なんか水色とピンク。でも多分これ別にスプラのあれじゃないけど、コラボ商品じゃないってはず。で、こうするやん。え、なんかバランス悪いかも。2,3,1 になっちゃった。この辺斜めでいいか。斜めにして、いや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 、なんかバランス悪いね。 お花みたいにするか。真ん中に、あ、危ない、危ないよ。バカ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 。これでいいか。はい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 。ちょっと待って、触りすぎ。いや、まあ私が食べるものなんでね。あ、ね、これもちょっと触っていい。もうごめんなさい、もうこうしたいのよ。あ、かわいいじゃん。で、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 でね、で、こんなんとかもあるやつなの。ピック、これを、これシールみたいだよね。私初めシールかと思って、シールかわいいって言ったらシールじゃなかった。で、これをね刺していくんですって。こうやって、いや、めちゃめちゃかわいい。これね、これちょっと公式の真似なんだけど、これをここに刺しの、あ、ちょっとまだ硬いか。刺したらこのブルーのインクみたいななんかタレがあるから、それをここでインクかけてますみたいにする。え、かわいい。とりあえずもう全部刺すか。ケーキ、ケーキ自体にも刺していいんだよね、アイスじゃなくて、ね、え、かわいい。そしてなんかお腹すいた。やっぱカップラーメンって足りないよね、1個じゃ。だってビッグじゃないとね、やっぱあのスプラのやつはビッグないんですけどね。よいしょ。カップラーメンって本当に足りないよね、1個じゃ絶対に。どう考えても OK、 OK、 OK。 ちょっと斜めってんな。まあいいか、みんな見えないね。私しか楽しくないよね。まあいい、後で見るから、見せるから、ちょっと楽しみにしてて。で、このブルーをミルクソースの、ミルクなんだ。で、ここにね、このブルーをね、ブルー あの武器でバーンってやってるやつがあるから、ここにブルーを垂らすのよ。で、インクが垂れてますみたいな。え、絵の具みたい、すごい、ちゃんとブルーなん
けど、え、すごいすごいすごい。なんかもうちょっとさ、私はかき氷みたいなブルーを想像してた。あのかき氷なんだっけ、あれ何ブルーっていうんだっけ、シースルーブルーじゃなくて、あ、ブルーハイみたいなブルーを想像してたら、まさかのまさかのまさかのすんごい青なんだけど、見える？ちょっと上から垂らしてみるわ。すごい。まあスプラってさ、なんかバン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 ってさ、こういろんなところに飛び散るからさ、もうちょっとそんなにさ、こうこだわらずに逆に適当にやった方がなんかスプラ感出そうな気がしませんか？ちょっと待って。でミルクソースのイエローもあるんですよね。でイエローはそうだから縄張りでイエローがとブルーどっちが勝つかっていう勝負ですよ、これは。でブルーを上から、ブルーの上から塗って黄色がリードしちゃうみたいな、そういうストーリーでお届けします。だけど黄色がこれ勝つやん、ブルーピンチやんってなったところで、ブルーが覚醒して逆転するというあのストーリーでお届けしております。これ多分黄色いすごいあの腹立ってると思う、初めリードしてたのにみたいな。ほんでこのイカクッキーをこの辺に置こうかな、この辺。いや意外かわいいけ、前に置きたいけど、もう後の祭りだわ、ここに置いちゃったから。でタコをこの辺に置くと、え、かわいい、できた。プレートがないけど、まあちょっと時間もねそんなにないから。めちゃめちゃかわいい、ちょっと見る。マジかわいい。え、どうやって向こうに向け、こうか。あ、いける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 。みんな見てよ、私のスプラトゥーンの試合を。もうこれいらんか、これが無理だわ。あ、待って待って、これでも、あ、こうすればいいんだ。 OK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  見て、じゃーん、かわいい。え、めっちゃかわいい、めちゃめちゃかわいい、かわいいかわいい、かわいい。写真撮りたい。みんなスクショどうぞ。え、ちょっと待って、写真撮るわ。ちょっとあの私の携帯はこれなんで、私の携帯自体であれしてるんで、インスタライブしてるんで、ちょっとこの iPad で撮ろうかな。あ、撮ってくれますか、ありがとうございます。え、みんなも撮れた、めっちゃ、てかいた、これもさ、めっちゃ可愛くない？これはね、セブンイレブンでログインしたらもらえる壁紙です。ログイン、なんだっけ、位置情報をオンにして、あのマイ・ニンテンドーみたいなアプリ取ったらもらえるやつです。え、食べる？ちょっと包丁で割って食べましょう。はい、スクショタイムどうぞ。怖い。なんかほんと包丁ここで、なんかいつもインスタライブの時思うけど、ここで見たら何も思わないさ、画面通すとめちゃめちゃ怖く見えるよね、なんかね。いや、え、じゃあどこら辺食べようかな、せっかくならこのイカ。あ、でもな、これ美味しそうやんね。あ、まあイカはじゃあ食べるとして、これいただく。切るのめちゃめちゃ難しそう。ちょっと待って、すごい変な切り方、どんな角度から包丁入れてんの。ちょっと待って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 、これ邪魔やな。で、どんな角度から、ちょっともうこれ待って待って、これ邪魔やけど取れんもんな。え、一回包丁手離せば取れるか。ちょっと待って、どんな角度から包丁入れてんの。ちょっと待って待って、しかもめっちゃ硬い。あ、ちょっと待って、こっち向けるわ、このままこのまま包丁を出したらもうごめんなさい。で、ちょっと待って、これ、あ、ちょっと無理かな、これまだ結構硬いな。これ一回取るね、もうぐちゃぐちゃ。ちょっと待って、これ一回取って、ここがいたもらえればな、この辺は。あ、結構硬いな。あ、いけたいけた。で、
この辺もだってさ、あのダブルカップの方もあるんよね。よいしょ、肩いや、まあでもお腹空いてるからな。ちょっとタコも一回こっちに置いて。お、きた、おいしそう。で、ちょっとさっきのスプーンをスプーンで、よいしょ、キャッOK で、これちょっと冷蔵庫に入れた方がいいよね、これね、溶けるもんね。あたふた包丁をこっちに置いて、さっきの箱に入れると。これはこれちょっと取った方がいいか。じゃあこれは自分の方に刺しとこう。これ自分の方に刺して盛りだくさんにしてので、あのダブルカップの方も持ってきてパーティーをします。え、マジでちょっと待って、書き物は書き物しなさいよっていうね。まあまあまあ、でもお腹空いてるからね、しょうがない。以上、これちょっと冷蔵庫に入れるついでにあれしてくる、あのもう一個の方取ってくる。これをもう一回この中に入れて OKOK。 これではじゃあ残りは後で。ちょっともう一個の方取ってくるね。よいしょ。31のスプーンで食べます。皆さんも31とか何かしらのアイスがあること一緒に食べましょうね。せーの、いただきます。ちょっと価格戻そう。これぐらいの方がなんかいいよね。よし、じゃあ食べるね。え、かわいい、なんかかわいいなって思いながらね。え、これ何味なんだろう、このソース何味なんだろうね。あ、ミルクソースか、チョコチップアイスか。いただきます。せーので食べようね。せーの。おいしい。やっぱサーティーマン美味しい。これ何なんだろうね。これ初めて食べるかな。ですか、これ。ミント？これミントかも。5個ある中のミント引いちゃった。ミント。こっち食べようと。ミントだった。ちょっと待って、ミントだった。こっち食べる。マスクメロン食べたい。やっぱマスクメロン最高。マスクメロンはね、サーティワン行ったらね、もうマストなんですよ。これミントなんだ、意外でしたね。あのミントは本当にあのちょっとだけ苦手なんですよね、珍しく。好きな食べ物じゃない、あの苦手な食べ物ほぼないんですけど、あのミントだけはちょっと苦手なんですよね。まさかの5個ある中のミント引くとはなんかミントっぽくないっていうか、見た目なんかソーダとかあそっち系のかなって。
あとなんかちょっとスプラっぽいじゃないですか、2色使ってるから。だからこれにしたのが。うまい、ここいちごだ。おいしい。これがあれです、スプラのコラボメニューみたいな。うん、おいしい。なんかさ、このマスクメロンがシャーベットかと思いきや、ちゃんとアイスってとこがいいよね。何しよう今から。あ、今書き物をしようって話なんだけど、あ、このクッキー食べよう。これ絶対美味しいでしょ、イカクッキー。うんうん、やっぱマスクメロンが一番好きだな。何の気分かな今。何しよっかな。何もないしよっかなっていうか、書き物なんだけど、どうしようかなっていうね。やるよ、やるやる。あ、でも40分経ってんだけど。ほぼ。でも書き物はやるよ。だって昨日の夜ちゃんと選んだんだから、写真書き物の日替わりの。だからもうこれがこの日に出す日替わりの写真とかっていうのはちゃんと分かってるから、書き物できる状態なので、締め切りもそんなにさ遠くないから、あ、遠くないから、近くないから、どちら、と近いからやらなきゃいけないのよ。ちょっとこれ後で食べる。これも後で食べますね。じゃあこれは冷蔵庫に入れてきます。ちょっとこれ冷蔵庫入れてくる。どうしようかな、どうしようかなっていうか、あ、またどうしようかな、なんか食べたいの。いや私さ、本当になんか甘いものめっちゃ好きなんですけど、ご飯甘いもの食べたら最後にやっぱりもう一回なんか食べたくなるよね、甘くないもの。おかえりって、みんなただいま。だからなんか食べよっかな。いやいや、食べ過ぎ、食べ過ぎよね、分かってるんだよ、食べ過ぎ。でもなんか食べようかな、なんか見えちゃうな。あのね、食べよう食べようってみんな優しいね。あのね、ここにねこれがあるんですよ。じゃじゃん、じゃ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 んじゃーん、カレー。ちょっと待って、書き物しようかな、どうすればいいと思う。でもなんか食べ出すと止まんなくなっちゃうんだよね。どうしようかな、ラーメンがもうないからシーフードも買っとけばよかったな。書き物するか。書き物が終わったらご褒美でカレー食べるっていう感じにする。でも美味しそう、めっちゃ美味しそう。ビーフ VS バターチキン縄張り渡るカレー、なんか呼ばれてる気はする、カレーに。食べよっかな。あ、じゃあ分かった、分かってないけど、どうしようかな。いや、書き物もするけど、なんか美味しそうだよね。じゃあ分かった。書き物をして、書き物をして、頑張ったなーって思えたら、カレーも食べるってことにする？それとも先に食べて、もう食べたいんでしょって感じ？じゃあ分かった、じゃあ分かった、分かった。じゃあ、3分の1ぐらい食べていい？じゃあちょっとチンしてくるわ。チンが、500ワットで3分30秒だから、その3分30秒の間に、どんな書き物をするか考えるっていうことにしよう。じゃあちょっとチンしてくる。
電子レンジ初めて使うからさ、なんか500ワット、700ワット、1500ワットって書いてあって、 どれか分かんないけど、とりあえずなんで5分にしちゃったんだろう、間違った、3分なのに5分にしちゃった、間違った、多分500ワットでできた、今はやり方分かった、500ワットで3分30秒にしてきた、ちょっと楽しみ、楽しみ、カレーも食べれるなんて嬉しい、なんか何割カレーもね食べてみたいなって思ってたの、そうだって全然少ないよね、全然食べてないもん私、だってラーメンでしょ、アイスもだってね、あのあんまり食べてちょっとしか食べてないから、3口ぐらいしか食べてないからいや5は食べたか、そうだから3分30秒の間に書き物のペンをちょっとだけ整理するとか、ちょっとじゃあちょっと見てみよう、チラチラチラ、これ今日家から持ってきたペンです、ペンが入ってるのいっぱい、かわいいですよこれね、ピックで、最近あのアリス店行ったから、アリスのマスキングテープであの貼り付けてきた、であのこれアリステにあの売ってるわけじゃなくて家にあったマスキングテープなんですけど、で最近っていうかちょっと前に買ったあのなんか光るペンみたいな、光るっていうかあの光沢のあるペンみたいなやつ、これ結構気に入ってます、 Amazon で買った、でまああとはまあペンがバーってあるんだけど、ちょっと痛い、あとはまあこの私のもう現役のモーニング戦時代から大好きなこのペンもあります、これ2台だって超いいよ、ほら順番ぐっちゃぐちゃなんだけど、でもこんな感じ、そうこれはめっちゃいいです、もう多少ぐちゃぐちゃって入れてもうちゃんと閉まるって、あ壊れたあ待って待って壊れた、見て初めてここ外れたんだけど、見て壊れちゃったここ、まあいいか、えでもびっくりした、いや今まで一回も壊したことなかったのに、ここ外れるんや、あでもちゃんと閉まるね、大丈夫です、えチンなった、あれチンなってた、ちょっと待って見てください、あまだだ、ちょっと楽しみすぎてさ、なんか空耳が聞こえちゃいました、よしじゃあでも言ってあと1分だから書けないから先に食べますもう楽しみ、じゃあちょっとスプーン用意して、こうっとワク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 、今日あ今日なんかすごいねって書いてあるえなんかすごいかな、ちょっとなんかドタバタしすぎだね、ちょっとあっちになった、まだか、なんか聞こえ、なんか私には聞こえるんだけど気のせいだよね、えまだかな、なんかお腹空いちゃった、えまだかな、え鳴った、鳴った気もするけどね、鳴ってないよね、あれ鳴るのかな、初めて使うからさここの電子レンジ、あーかけ物しなきゃな、お腹空いたな、あ鳴ってないよね、えでも絶対もう1分経ったよね、あさっき戻ってきてから、まあいっか、聞こえる、黙っとこう、あ鳴ったで、違う話しちゃったからなんか違う話になっちゃって、なんか違う話しかしてないけど、ん何喋ってんの、なんかさカレーじゃなくてラーメンがさ食べたいくなっちゃって、でそれをさその日撮影だったので、メイクさんになんかラーメン食べたくてとか言ったら、なんか辛ラーメンがめっちゃ美味しいよって言われて、で辛ラーメンってよくほんとコンビニにも売ってるしスーパーにも売ってるし、お母さんがさ辛ラーメン好きだからうちにあったりとかもするんだけど、でもなんか人生で通ってきたことがなくて、意外に
なんか家にあるけど、なんか家にお母さんが買ってるから逆にいつでも食べれるって思いすぎて、なんか食べてこなかったので、まあ、辛いの好きなんだけど食べればとりあえずあー美味しそう。え、なんかこれ貼ってある、これ何、これ何何何、あ、これ取るのか、びっくりした。え、どういうことどういうこと、あ、これ自分取るんだ、わーすごい、これここに入れていいんかな、大丈夫か、え、すごいすごいすごい、ちょっと美味しそう。それではいただきます。いや美味しそう。こっちが多分バターカレーで、こっちがビーフカレーかな。これ何？あ、カリフラワーかな。え、美味しそう。食べます？ちょちょちょ、美味しそう。いただきます。あ、熱そう。カリフラワーじゃない。これ何だ？あ、豚肉？牛肉？お肉だ。辛い、美味しい、え、めっちゃ美味しい、カレー食べて正解、え、美味しい美味しい美味しい、うまい、辛い、え、ちょっとまたチキンカレーも食べるわ、え、美味しい、うまい、あ、めっちゃ美味しい。でもなんかこっちのちょっとコクのある辛い、これビーフかな、ポークかな、どっちやったっけ、忘れたな。こっちのカレーの方が好みかも。うまい。でもさ、これさ、悲しいけどさ、自分が好きな方ばっかり食べるじゃん。だから縄張りとしてはさ、自分が好きな方が負けちゃうよね、最終的に。食べてる途中は、まあ結局最後全部食べちゃうんだろうけどさ。あ、でも別に私は好きな方から食べるタイプだから、好きな方が負けるけど、好きなのは後から取っとくタイプの人は逆に自分が好きな方が、まあ、勝ってるってことか。え、美味しい、え、うまい、やば、あ、書き物しなきゃね。ね、おいしいよ、カレー。ね、おいしい。なんか、お米もおいしいな。あ、そう、それでね、また違う話っていうか、カレーに集中しちゃったから。いつも話をね、途中で終わらせちゃうんだけど、それ辛ラーメンを買ったのよ、ヘアメイクさんに言われて。で、あ、それいいかもと思って、美味しそうと思って、で、なんか買ってみて、あ、唐辛子かな、これトマトかな、丸ごと入ってる、丸ごとっていうか形として入ってる、うん。でね、買って、でその日は違うラーメン食べたんだけど、もう後日食べたのよ、辛ラーメン、めちゃめちゃ美味しかったっていう話をずっとしたかったんだけど、ずっとなんかさ、話寄り道して寄り道して違う話してた。そうでね、なんかヘアメイクさんに言われたのは、結構辛いから卵入れた方がいいよって言われたので、なんか1回目から卵入れてたの。だから結構割とマイルドで、そこまで辛い、すごい辛くてとかいう感じじゃなかったから、逆に次食べるときは卵入れずにその辛さを感じてみようかなって思ってます。初めから入れなきゃよかったかなと思って、あの途中から卵を入れるとか味変すればよかったかも。うん、ね、なんか、うん、うまい。あとね、何がチーズとかも美味しいらしいし、あとね、ソーセージとかを一緒になんか入れるんだって、お湯の中に。それはめっちゃ美味しいって言ってたから、それもねやってみたい。ね、美味しい。うまい。じゃあ、あと一口はちょっと寂しいかな。あと二口食べたら書き物をします。
牛乳で作るのも美味しいんだ。辛すぎるからバター入れてる。へえ。でもバターって本当に美味しいよね。なんかさ、パスタとかもさ、バターがあるかないかだけで全然違ったりしない？本当にバターってすごい力を発揮するよね。うまい。カレーマジで美味しい。ちょっとこれナバルカレーやばいの。これ後で食べるね。ちょ、あともう一口食べたら本当に本当に書き物をします。本当です。うん。じゃあこれは一旦置いといて後でまた食べる。書き物せんと。今日書き物の日ってみんな知ってた？なんかもうさ、汗もかいてきてさ、ボロボロなんだけど。で、これは後で一旦食べます。後で一旦食べる、日本語おかしいけど、後で食べます。一旦置いときます。ちょっと汗かいてきたな。ちょっとお水飲もう。で、今日のメインイベントに入りたいと思います。メインイベントっていうか、あの、ご飯食べるのはサブ中のサブだったのよ。まあ普段は結構食べ物インスタライブやってんだけど、今日はそのメインの軸が、書き物という軸があっての、ちょっとお腹空いたらまあカップラーメンつまんだりアイスつまんだりっていう、あのサブとしてこう入れ込んでたんだけど、なんかもうメインになっちゃった。じゃあ、あーなんかもうリラックスして眠くなっちゃったな。いや書くよ、書くんだよ、本当に書くから待ってて、見てて私の底力を。じゃあ書きますね。机の上がすごいことになってる。あ、ねえ、そうだ、書き物の前にまた書き物の前かいって感じだけど、ちょっと口ごめんなさい、拭かせてください。汗もかいちゃってすいません。あの、書き物の前にめちゃくちゃ大事なお知らせがあります。いきます。じゃーん、美人百科。多分これあのあれですね、多分インスタライブ反転しちゃうんで反転になっちゃってると思うんですけど、じゃんじゃんじゃんじゃーん、表紙を飾らせていただきました。嬉しい。じゃんじゃん、あの多分これ明日発売ですね。もしかしたらもうゲットしてる方もいるのかな、いるかもしれないですけど、12日に発売の美人百科10月号の表紙を務めさせていただきました。左右と左右ね、めっちゃ可愛いですよね。なんか秋って感じで、なんかお洋服もだし、なんかメイクもだし、この美人百科のこの文字とかもすごい秋って感じで、すごい可愛い。なんか本当にスタジオで撮ったんですけど、スタジオめちゃくちゃ可愛かったし、あのちょっと見てもらったら分かると思うんですけど、なんかピンクの壁がめっちゃ可愛くて、でこの衣装もね、あのこれは この辺ですけど、全身すごい可愛かったんですよ。いやお気に入りです、この表紙。もう皆さんぜひゲットしてもらいたいですね。え、中も私も見たんですけど、今回もいっぱい出させてもらってますし、あの他の特集もすごい楽しかった。ファッションもだし、メイクもいっぱいね勉強になるし、あとはちょっと中身があんま見えてもあれなんですけど、なんかここにほら、美髪百科かな、ちょっとごめんなさい、読み方があれなんですけど、美髪かな、ちょっとわからないですけど、ごめんなさい。これも髪の毛のね、私今ほんと髪の毛頑張って伸ばしてるから、それもめちゃくちゃ勉強、わ危ない、めちゃくちゃ勉強になりました。あ、こういう風にしたらあのなんか傷まないんだなとか、あ、こういうオイルがいいんだとか、逆に自分が使ってるものとかがここに載ってると
すごい嬉しかった。あ、私が使ってるやつヘアメイクさんもおすすめしてるとか思って、なんかそれがすごい嬉しかったですけども、だからね本当に、まあ、表紙はねもちろん私 お気に入りというかね、美髪百科だ、あの美髪百科でした。なので皆さんぜひ、中身もめちゃくちゃ、お料理のページも、私がね毎月楽しみにしてるお料理のページも、今回炊き込みご飯でめちゃくちゃ美味しそうなんですよ。どれ作りたいかなってですね、昨日もずっと見てたんですけどね、ね今もずっと見ちゃうんだけど、あ美味しそうだな、今食べたいなちょっとお腹空いてきちゃうな、これ見るとどうしよう。あ美味しそうだな、ベタキムチ炊き込みご飯美味しそうやな。ちょっとこんな感じで本当にあの素敵な雑誌一冊なので、あ皆さんぜひ美人百科10月号、この私がいたらコンビニや本屋さんで、まあ、ネットでも買えます。ぜひ皆さんゲットしてください。よろしくお願いします。よーし、あもう1時間経っちゃう、書き物何もせずにそれじゃあ今から気を取り直して、あもう全然言えてないし、気を取り直して書き物をしたいと思います。うん本当にします。じゃあもう本当にするからね、みんないい？最近のインスタライブで1時間で切れないんだよね、切らなくていいんだよね、ここからね。じゃあ書くね。2022年10月4日10月公演の初日から書かせていただきます。何書こうかな。まずね、日付と、まあ、日替わりの、あのなんていうの、グッズに落とし込む用の書き物なんだけどね、まあ、日替わりってその日のに買える、その日その日に販売する日替わりの写真に落とし込む用の掛け物です。意味わかるかな、私が言ってることまあ雰囲気で伝わってもらえると嬉しいんですけど、でまあ10月公演は10月4日から10月13日まで続くので、まあ途中休演日あって全部で8日間あるんですね。で持ってだ8日分書くんですよ、日替わりを。で基本的にその日付と、でそのコットンクラブ会場名と、あとはまあ自分の名前入れたりとか入れなくてもいいし、どっちでもいいんですけど、まあ、その日っぽいイラストだったりとかは別に自分が描きたいイラストを描いております。何を描こうかなと思ってさ、10月4日ってさっき調べたら天使の日なんだって。多分10が天で4が4で天使、まあ、違う説明しなくてもあの分かると思うんですけど、天使の日なんだって。だからもう天使描こうかなと思ったんだけど、天使って結構難しいなと思って、まあ左右差の天使化した左右差かわいいか、あそれもありだし、でもなんかちょっと今ふと思ったのは、せっかくやん、あのせっかくインスタライブしながら書き物してるから、そのインスタライブっぽいものでもいいかなって。だからラーメン描いたり、アイス描いたり、カレー描いたり、もう食べ物ばっかりになっちゃうんだけどっていう、なんかあこうその日替わりを見た時に、あこれインスタライブで描いたやつだって、最後描いたやつだってこうファンの人がねゲットした時に思ってくれるのもいいかなって思うから、じゃあラーメンが天使になってるのとかどうかね、天使の人だもう何でもありやね、もう本当にちょっとどうしようかな、もう1時間経っちゃった、9時だ、やるよ私は、書くんだから。じゃあちょっと下書き風に、あでもラーメンのイラストって難しいか、いや難しいっていうか、ちょっといつもさこうイラスト描くときさ、そのさ想像だけで描けないから、あれしますね、ちょっと調べちゃう、ラーメンイラスト、ラーメンイラスト、でもカップラーメンイラストで調べた方がいいか、カップラーメン、普通のラーメン出てきちゃうもんね多分イラスト、あーかわいいイラスト、でもなんか難しいな、どうしようかな、いやいやでもそこまで難しくないか、すごい光が、うん、電磁波を感じまくってる私。じゃあラーメンのイラストを
とりあえずいつもね、あの一発目でめっちゃいいこと言ってる。ラーメン天使とカレー天使の何割バトル、いやめちゃくちゃいいこと言ってるけど書けるかな。うん、ちょっと待ってね。ラーメン確かにめっちゃ可愛いね、それ。もう一回言って、もう一回言ってっていうか、近さ遡ればいいね。ラーメン天使とカレー天使の縄張りバトル、え、めちゃめちゃいいけど、めちゃめちゃ難しそうだけど、めちゃめちゃそれ書きたいけど、待って、じゃあちょっととりあえずカップラーメンを下書きで書くね。いつもね、これ下書きだから、なんかとりあえず書いてる感じ。まあこれがさ、カップラーメンやん。まあちょっと私はすぐ蓋外しちゃったけど、まあこうやとして、ラーメンがさ、麺がもうこうやって見えてるとして、待って、スプラのラーメンだったから、まあスプラとは多分書かないで、まあちょっとなんかイカ書いといて、イカスミ感出るやん。とカレーね、カレーのイラストもちょっと調べてみよう。カレーライスイラスト、あ、でも天使にせんと忘れちゃった。もうすぐ忘れるからね、もう本当に。カレーのイラストやん。でも普通のカレーじゃなくて、せっかくなら縄張りっぽいカレーにしたいよね。せっかくあれがね、今回のカレー、まあまあこういうことやね、普通に。で、なんかポーク入ってて、チキン入ってて、で、ちょっと待って、天使にする必要あるからと思ってきちゃったな。なんか大丈夫これ本当に。ちょ、天使にしたらこういうことよね。ちょ、で、天使にする必要がないかも。天使やめようかな。別に10月4日やけって、天使って言ったら、意味わからんもんね、天使はちょっと。天使やめるわ。天使はやめるね。天使、ここはやめやの。ここはやめて、ラーメンがイカスミやけ、黒いやん。やけ、なんかさ、こういう、なんていうの？これ、見えてるん？インクをさ、もう黒で塗るとして、こうやってインクが飛び散ってるとして、でもさ、武器がないよね、武器がない。まあいいか。で、カレーはなんか茶色とかで、こうやってインク、カレーがちょっとこぼれてるみたいになるけど、これもイカスミがこぼれてるみたいになるか。まあいいか。まあこういうこと。あ、でもいいやん、かわいい。で、バトルみたいな。え、めちゃかわいくない？じゃあこれにするわ。で、これね、まあここに202210月4日火曜日って書いて、まあコットンクラブ。え、かわいいやん、めっちゃいい。じゃあこれにするね。天使はなくていいかなと。武器も書きたいけど、ちょっと武器書くのはちょっと時間かかっちゃいそうだから、これにします。で、これだとちょっと太いから、このね、私が最近めちゃめちゃね、書き物にね、もうあの使ってるこの名前ペン、間違った、写真ペンってやつがね、私的にすごい気に入って、何がいいかって、なんかあんまりにじまないんですよ。で、まあこっちはまあまあ太いんだけど、なんか細い方もあるから、それがめちゃくちゃ、こっちの太い方がこっちの細い方ぐらいな、マッキーの細い方が太いぐらいって感じなのかな。これめちゃくちゃ書きやすくてね、気に入ってるんですよ。じゃあ書きますね。じゃあ清書する、清書というか、ほんで、こうやってね、ちょっと写しながら書くね。じゃあ、あの、下書きを写しながら書くのが、私、好きですね。もうこれすでにちょっと汚れてるな。ちょっと待って、私にしよう。で、本来はね、写真ペンだから、多分写真に書けますよってやつだと思うんだけど、でも、写真、だと私はちょっと滑りがもうちょい欲しいなって思ったから、普通の書き物っていうか、こういう、あの、こういう、なんていうの、普通の紙に書くのはもうめちゃめちゃ好きです。私、この何個持ってんだろう写真ペン、めちゃめちゃ買いました、ストックで。
そんな別にインクがすぐなくなるとかいうわけじゃないんだけど、でも書き物するときに急にインクがなくなって、そこでああもう今日書けないやんってなりたくないからストックしてます。めっちゃ家に5、6本守ってるかも。これちょっとこれもこっち下で書くか。ちょとりあえずカップラーメンを書くね。こういつもね緊張するんですよ。このこ見えてる、このね書くとき、書く瞬間わかる、このにじまない感じめちゃめちゃいいよね。でこういう例えば描くときの細かいところはこの細い方で書けるからめっちゃいいんですよ。イカの足描いといてのあまあいいか、あいやちょっともう一回描きたいな、こっちにするか、違うこっちにしよう、これにしよう。ちょっと真剣モードなんで黙っちゃう。まあとにかくね10月あのコットンクラブでさゆらんやるんで、今回リニューアル公演なんでよかったら。でもリニューアル公演って言ってますけど、あの全然初めて来る方でも全然わかるので、あのもう5月6月来たよって方でも8月も行ったよっていう方だったらこう今までと違うから、新曲とかもねあるので違う意味でも楽しめるし、でも別にまださゆらん行ったことないって人でも別に全然内容わかるので大丈夫です。イカ書いてでカップラーメンの蓋を書くと。どう？カップラーメンに見えるかね。まあなんか蓋がちょっとなんかバランス悪くなっちゃったな。でもちょっとまあよれちゃったっていうか、よれちゃったなんじゃないよ、蓋がよれたっていう設定にしよう。で面を描くやん。で面は塗った後に面にザザザって描くとして、でカレー描く、こっちにカレーを描く。カレー昨日の夜もねずっと描き物してたの。昨日はそのさゆらんの書き物じゃなくて、その美人百科さんであの連載でイラストを毎月描いてるんですけど、そのメイクページなんですけど、例えばその月のハロウィンだったらハロウィンとか、クリスマスだったらクリスマスメイクみたいなのとかをやってて、でそれに関連したイラストをいつも描いてるんですよ。で昨日はその書き物をね夜やってました。で終わった後にスプラもやりました。でこれどうやって書けばいいかな。カレーってさ、でも周りにお皿として、いやむずいな、ちょっとカレールーを書いて、なんか蝶々に見えてきたこのカレーが。でイカ墨は黒いインクがまあちょっと飛び散ってる風にして、もうちょっとこんな感じでちょっと飛び散ってますみたいな、ちょっとこれもわざとよれさせるぐらいな感じで、でこの辺にもなんかこんな感じでイカスミインク塗る。え、かわいいんだけど、この案めっちゃ良かったね、ありがとうございます。本当になんだかかんだかで、あそうか、黒で塗るけど黒枠で描いちゃってるからこっちも黒枠で描いた方がいいね。で後からうん、そっちの方がなんか良さげ。こっちはカレーだからインクを塗ると、カレー色に後から
可愛いかも。なんかこんな感じでいいかな。でもう一個、もう一個ぐらいいるか。こんな感じで、まあちょっと飛び散ってる風であえてよれさせるぐらいな感じで、どうよ。え、かわいいやん。見える？見えてる？見えてるよね。ほら、あ、見えてないか。見えてるか。で、まあ、日付書くやん。で最後に色塗ってペンでなぞれば完成で、あ、これ日付何色で書こうかな。いや、これマジで本当にね、あの1個戻るができんやん、これって。こう iPad とかでさ、イラストさ描いてみたりとかさするとさ、1個前に戻るっていうのができるから、めちゃくちゃさいいわけで。でもこれって1個前に戻るができんから、こう1個失敗したら、まあ、そこからね、な、頑張って修正できたら一番は、まあ、よかったってなんだけど、色とかをね失敗しちゃうともうまた一からになっちゃうから、それがいつも大変というか、あの書いてみないと分かんないことってあるじゃないですか。だから最近はよくやるのは、これを iPad で写真に撮って、それを iPad で、そこの上から iPad の方で書いてみて、バランスいいかなっていうのを見て決めたりします。で、私は結構ね、隙間が苦手なんですよ。なんか隙間があるとそれをめちゃくちゃ埋めたくなる性格なんですよ。でもそのまあ昔からね、こうよく言ってるのは、その隙間の良さもあるっていう。これだって別に隙間めちゃくちゃ、まあ、これは別に隙間とは言わないけど、まあなんだろうな、例えばこのコップとかで別にこの隙間が あるじゃないですか。でも別にこの隙間の良さは全然これ見たとも気にならないしさ。でも自分のやつはなんかすごい見てたらずっと気になってくるのよ、その隙間が。だけど書いちゃうと、あ、隙間気になって書いたけどやっぱ1個前の方が良かったかなって思う時もあるわけ。でそうならないように先に写真撮って、その写真にペン、こっちの iPad のペンで書いてみて、こう書いてる方と書いてない方を見比べて、あ、どっちがいいかなって悩んで悩んで、まあ大体書くよね。まあもう一回 iPad に書いてるってことは、まあ書くのよ、基本は書くんだけど、でもまあなんかね、その過程を入れちゃうよね、一発で。まあ大体書いて、でも本当に悩んで、もうめちゃくちゃそのなんていうの、時間も、まあ、時間かけてるっていう方もなんかあれですけど、一生懸命自分なりに書いて、でもその一発間違ったらまた一からになったらすごい大変だっていうぐらい、割と自分なりにね、こう一生懸命書いたやつとかはもう本当に追加にして、その1個前に戻るができないのが怖いから、その書いてるバージョンと書いてないバージョン、 iPad のデータをその友達に送って、どっちがバランスいいと思うって言って聞きます。でもまあ大体言われるのは、そうやって聞いたパターンで大体言われるのは、書かなくていいって言われます。だから多分本当に隙間が気になってるのは私だけなんだろうなとは、うん、思う。ただ気になっちゃうと書こう。話が長い、私は本当に。いやー、何色で描こう。ちょ、決まらんから先に色塗るわ。あー、グレーのペン持ってきたかな。あ、これでいいか。グレーのペンあるかな。なんかさ、昨日の夜さ、なんかどんなイラスト描くか分かんないから、一応まあペン結構たくさん、どんなことが起きてもっていうぐらい持ってきてはいるんだけど、あるかな、私が欲しいペン。グレー、グレーよ、グレーよ、グレーよ、グレー。ない。ちょ、待って待って、私がもう欲しかった。こんだけ、こんだけ持ってきてるんだよ。はぁ、もう、なんなん、もう。あ、でも、茶色はあるね。茶色でカレーは塗れるから。でも、これぐらいの薄い茶色の方がいいか。待って、あ、でも、こっちでもいいかも。茶色はいっぱいあんのに、もう黒だとさ、ちょっと待って、あー、グレーだけ家で塗ろうかな。まあ、ちょっと待って、じゃあ分かった、分かったというか、こっちの一旦薄いグレーでやってみて、あ、ちょっと色足りんなって思ったら、うちでそこだけは直すわ、直すというか追加で塗る。なんかあのペンがねすごい増えてきちゃって、これ今までさ、家でもさずっとこういう袋に入れて書き物書くときに、うわーって家のもう机の上に全部出して書いてたの。でもなんかそれが
片付けるのも大変だし、なんかペンってどうやって収納すればいいんだろうってずっと思ってたの。で、大きい箱を買ったんですよ。もう結構大きい。さっきの31の、ワンホールごときじゃない。あれの5倍ぐらい大きい箱かな。5倍どころじゃないかも。ちょっと待って、あれ何個分だろうな。あれの4個分、4個分下がってんじゃんね。ちょっと待って。まあ、結構でかい箱を買ったんですよ。そこに、ペンをガッサーって入れて、で、ギチギチにさ、詰まるとさ、こう、ペンって今みたいにさ、ガサガサって探したいやん。だから、深くて、広くて、探す余白もある。私の手を入れてもガサガサできるぐらいの余白がある、あるぐらい大きい箱を買ったの。だからそれにね、入れてるの。だから、今回はまあ、それはその箱から厳選してきたやつはね、でも思ったより少なかったね。でもね、まさかそんな私が今日グレーを求める日とは思ってなかったから、ちょ、書くわ。書くっていうか、これね、これ多分ちょっと薄いグレーなんだけど、コピックのさ、C の3ってやつなんだけど、でも案外ね、塗ると濃かったりするから、ちょ、これで、でもこれぐらいでも案外いいんかなとか言って家で、でもなんかこれぐらいでも可愛いかもね。これぐらいのイカスミ感、薄いイカスミ感、お湯入れたらこんなもんだったしね。お湯で薄めたイカスミだからさ、これで塗る。これ何色で描けばいいと思います？2022年10月4日とコットンクラブ、めちゃめちゃ悩むんだけど、どうしようかな。これこの色でいいかもな。もっと濃いやつ家で塗ると失敗しそうで怖いね。これにしようかな。このままでいいかも。自分にめちゃくちゃ言い聞かせてるんだけど、この色でなんかいい感じですよね。ちょっと薄い、やっぱちょっともうちょい濃い方が可愛いかね。悩むな。なんで濃いグレー入れてこんかったんやろ。割と使うのにな。まあ昨日ガサガサしてさ入れたからさ、まあ、ガサガサ余白ある箱とはいえ、なんか目に入らんかったんかもな。下の方にあったんかも。まあそんな感じでさ、最近その新しいその箱を買ったから結構快適なんですよ。その全部バーって出さなくても自分が探したいペンを探せるっていう意味では、そのまあこういうねたくさん書き物を書くときはバーって出したりもするけど、なんかちょっとさこれだけ書いてくださいって言われてさ、そう2、3色でいいみたいな時とかもさ全部出してたから袋から。でそのたびに片付けるのが結構大変だなって思ってたから、その箱買ってよかった。あ、今思ったけどさ、別にこっちが全部グレーである必要ないよね。縄張りなんだからさ、向こうがさ打ってきた可能性あるやんね。っていうことはこれは茶色でもいいんやない？で、よく気づいてくれました、私。で、この辺にもう一個なんか書いたとして、これは茶色にしよう、この3つは。で、こっちも、ラーメン、ここ茶色おかしいかね？まあいいか。ちょっとでかいの茶色おかしいか。この辺か、茶色。ここにするか。これを茶色にしとこう。え、茶色じゃない、グレーにしとこう。敵からのこうあれが飛んできたということで、マルチミサイルが飛んできた残像っていうストーリーでお届けしよう。で、茶色、これどっちの茶色にしようかな。ちょっとまずこっちで、これぐらいでいいか。じゃあこれ塗る。これでカレーの方を塗る。そうだからさ、最近ちょっとみんなのコメントも読みながら、なんか最近さ、その箱を買ってめっちゃ家で描いてさ、家好きだから家で快適に過ごしたいやん。で最近ね、他に買ったものといえばあれも買ったの。どれだよってちょっと集中しちゃった。スピーカー買ったの。なんか今まで全然そのまんまのさ iPhone とか iPad から音聞いてて、でまあ
外だったらイヤホンで聞いてたんだけど、なんかスピーカー持ってないっていうか別に必要ないと思ったわけね。でなんかだって聞けるやんそのまんま、別にいらんかって思ってたの。でそのまま聞いてたんだけどさ、スピーカーをね買ったの。ちょっとめちゃくちゃ音良くて、音もいいし、やっぱ全然大きさが違くてめちゃめちゃ買ってよかったって思ってる。なんかやる気出るね、やっぱね、大きい音で音楽を聴くと。それで最近は音楽聴いて書き物とかもしてる。早くそれでサイミミライとかも聴いてる。あ、サイミミライ早くみんなに聴いてほしいな、音源でも。その再来ね来てくれた人は聞いたことあると思うんですけど、まあ来れない方とかね。あ、ちょっとこの間あれ出てたか、 YouTube に。本当に一曲通して聴いてほしい、めちゃくちゃいい曲だから。セミミライ好きすぎてさ、本当に自分なんか幸せな気持ちになるの。なんかこんなにいい曲が自分の曲なんだっていう、なんかもうなんか恵まれすぎてんなって思っちゃう。なんかさ、セミミライとかでも聴くとさ、めちゃくちゃファンのみんなに会いたくなるんだよね。あ、ここ茶色にするか、いいやん、かわいい。茶色にするかって、これ茶色のために書いたやつやんね。そしたらほら向こうからちょっと攻撃されてる感。でもラーメン陣地だから、まあ、基本はラーメンの方が枠が多いよっていう場所。いいやんいいやんいいやん。でどの辺をグレーにする、この辺グレーかね。じゃあ違うね、この辺が飛び散ってきたっていうグレーにしておいて、グレー家に帰って塗り直すかめちゃめちゃ悩むんだけど。いやいいよね、いや可愛いかも、これぐらいの薄さでもね。ちょっと多めに塗っとこう、プラスで。うんうん、可愛いかも。ほら、イカスミ対カレーの縄張りバトルで、色、何色で塗ろう、何色がいいと思う、みんな言ってくれてた、さっき。何色で、ね、描こうかな。絵うまいって言ってくれてる、嬉しい。絵はね全然うまくないんだよ。ちょっと待って、やばい、もう1時間半やってる。でカレーをバターカレーとビーフだったから、こっちはじゃあこの色でいいか。でもう一個の方はもうちょい薄い色で塗る。薄い色、これでいい。このこれがバターカレーぐらいの色にしてるかな。お、いいやんいいやん、バターチキンカレーのこうでしょ。で、ま、お皿は黒いけど、黒いとちょっとあれだから、うん、黄色ぐらい、薄い黄色ぐらいで。え、かわいいかも。で、お米の卵を、まあ肌色かね、お米だから白でいいけどな。まあいっか、でも白、いや肌色ぐらいにしとこう、お米だから。ちょっとカレーってわかるかな、カレーってわかるかな。なんかもっとカレー要素が、カレーってそうだよね、カレーの具材を書けばいいのか、後で。で、あ、なんかコメント固まってる？違うか、あれ、みんな届いてる？私の声。あ、コメント固まったかな。聞こえてますよね、聞こえてる？聞こえてますよね。あ、
じゃあ届いてはいるんだ。でもなんかコメント固まっちゃったかも。私が一回遡りすぎたのかな。あーでもコメント見えなくなっちゃったかも。あのこの右のくるくるってとこ押していいんかな。それがリロードっていうかあれかな。いやでもちょっと間違うとこ押して怖いそうだからやめた方がいいか。じゃあ怖いな。ちょっと待って。このとここの右上のさ、でもこうコメント見れないからそれを聞いたところで大丈夫だよっていうコメントを見れないけど、じゃあちょっととりあえず書き進めるわ。何色で書こう。じゃあここはイカスミのし、あれだからイカね塗って、でイカを今日は黄色のアイスもさ、黄色のイカのクッキーだったから黄色で塗るわ。イカは黄色で塗っておいて、まあなんとなくスプラってブルーのイメージあるよね。これぐらいの色でここを塗っといて、あ、ちょっと濃かったかな。いやでも可愛いか。オッケー。あーでも本当にコメント固まっちゃった。この右上のくるくるっていいんかな。触ってみていいですかね。触ってみていい？このなんかこういうマークのやつ。そしたらコメント来るんかな。そういうことじゃないのかな。違うか。あ、これか。ハテナのとこかな。違うか。ハテナのとこ触っていい？ダメだよね。あ、違う違う、コメントするじゃんね。自分にコメントしなくても大丈夫。あ、やばい、なんかいろいろ触っちゃった。あ、違う。あ、いいのか。このハテナのとこ触っていいんですかね。違うかな。このプラスボタンかな。それか固まってしまった。それともみんな急にコメントしなくなったとか違うよね。さすがにだって全然動いてないもん。コメントがどっかからできますか。あー、なるほど。じゃあこれで読めばいいんだ。じゃあ、マネージャーさんの携帯からコメントが見れる。あ、触ってみて大丈夫だよって書いてあるから、え、大丈夫なの？どこ何を触って大丈夫なんだろう。このリロードみたいなとこ押していいの？コメント来てる。あ、じゃあちょっと自分の方ではコメント読めないから、このマネージャーさんの携帯でコメント読みますね。あー、なんでコメントしてくださいなんか普段さ全然コメントさ追いついて読めてないくせにさ、コメントが来ないと一気に寂しくなっちゃった。あだね、 iPad でコメント見ればって書いてあるわ。本当だよね。こっちで見ればいいやんね。なんでわざわざマネージャーさんの携帯がなんか全然そのなんか知恵がなかったわ。全くもって思いつかなかった。ごっちゃじゃん、水色で書きますね。あ、なんか爽やかになったな。何色で書くかめちゃくちゃ悩むんだけど、どうしよう。で、またここは黄色でいいか。ここ黄色で、蓋の裏地も黄色でいきましょう。OK!色は塗れた。あとは文字を書くの。あー悩むな。何色で書こう。でもやっぱ黒がいいんかね。怖いね。ここ黒でお気に入りの写真ペンで書こうかな。じゃあ2022年10月4日。怖いのよこのね、バランスがまた大事だから。2022年で10月公演の初日っていう文字もどっかで書かないと。書か
かないとっていうか、あの書かなきゃいけないってわけじゃないけど、なんか私が書きたいから2022年太い方で書いちゃう。2022年10月4日火曜日。おーいいね、いいというかちゃんと枠に収まった。コットンクラブは一行でいけるか、カタカナでいくか。コットンクラブカタカナでいって、10月公演の初日で、10月公演っていう感じ、ごんべんじゃなくて三髄よね。うん、三髄よね。じゃあコットンクラブってカタカナでいくか英語でいくか悩むな。でもなんか、あ、カタカナにしよう。なんかスプラ文字で書きたいけどな。わかる？スプラ文字、スプラ文字めっちゃ可愛いよね。スプラトゥーンって書いてあるさ、やつとかさ、イカしたとか、このイカスミ味とかさ、スプラ文字めっちゃ可愛いのよ。でもちょっと全然前に行けないけど、でもなんかちょっと太くすればいいんかな。太くというか、太いとこと細いとこがあるみたいな文字なのか。これ失敗したら怖っ、まあ、これちょっと後から綺麗になぞるけどね、あのボールペンで。やっぱインクが全然ないんだけど、まあ、このインクがないぐらいの方が後からボールペンでなぞりやすいっていう。にしてもないな。これもさ、家にめっちゃあるのに多分今日1本しか持ってきてないから、まあ、この辺はちょっと後でもうちょっとちゃんとやるわ。後でちゃんとやるらん、これは。よいしょ。 OKOK。コットンクラブ、10月公演の初日、よしよしよし、いいよいいよ、順調順調。漢字とか間違ったら1からだからね。え、ちょっと一応見といて。いや、わかる、漢字がわかんないわけじゃないよ、わかんないわけじゃないけど、一応ね、これで間違ったら超ショックだからさ。やっぱり三髄だね。こう三髄の、三髄の宇宙浮かんむりに虎。なんかさ、意識して書くと本当にこの字で合ってるのって思っちゃうよね。10月公演の章、初日も一応調べよう。章、あ、点あるんだね。点あるよね。章日、わー入ったーし、なんかいい感じ。最後ちょっと下はもうちょいなんかするとして、嬉しい。で、まあ、じゃあちょっとここ下余ったから、ここにまたこういうのを書こう。あ、可愛くない？で、色塗るやん。
バランス悪いかな。まあでも下結構いっぱい書いちゃったからいいか。え、できた。あ、できてないんだけど、できた。あので、まあここからなのよ私の書き物は。あ、ここか。でも待って、もう1時間半やってるから、あのもはや続きは家でかもな。ここ、あ、これをね、こっからさ、にじんでるところを書くんですよね。このさ、にじんでるところっていうか基本は全部なんだけど、この黒で書いた場合はこうやってさ、全部こうやって見えてる、こうやってさ塗るんですよ私、この 0.4 とか 0.5 で。その作業がさ、めちゃめちゃかかるんですよね。多分これあと1時間ぐらい喋りながらだとかかっちゃうかな。だからちょっと続きはいつかツイッターに載せる原画道しげと、あの日替わり写真でお楽しみっていうことでもいいですか。だって長くなっちゃうもんね、みんなね。私は全然いいんだけどさ、どうせやるからさ。もうこんな感じでさ、こう一番上の丸だけなぞったんだけど、これを全部のとこやるから。え、でもなんか逆に良かったかも、このグレーの薄い感じとかも。でこれをちょっとまあ全部ね、こうやってその2022年とかも全部黒で描いたから、それをこの細いペンで全部描くんですよ。じゃあこれはじゃあお家でやるんで楽しみにしておいてください。こんな感じにできました。ということで、あ、もう1時間40分もやってる。まあ、前回も書き物ライブやった時多分2時間ぐらいやったんですけど、まあ、前回は食べてなかった。あ、前回もグミとかは食べてたかな。今回は初めの1時間ずっと食べてたもんね。まあ、じゃあ今からお家帰って書き物しようかな。あとはまあアイスとかも残ってるんでまた食べようと思います。ということで、あ、締め切り見えちゃった。これでも締め切り9月9日今日、あ、でも過ぎてるじゃん、スプラの発売日やん。あ、これ多分あれですね、間違ってるというか、あの多分暫定で書いてるのかあれですね、締め切りはもっと先です。これだって今日もらったからね、この書き物。締め切りはね、もうちょいあります。まあ、とはいえそんな前に急いで頑張って書きますけれども。ということで皆様、まあ今日書いたこの書き物は10月4日のねコットンクラブでも買えますし、あと通販でも買えると思うんですけど、楽しみにしておいてください。まあ10月4日からそうですね、あのコットンクラブでのセミランドル未来公演がまた始まるので、皆さんぜひぜひお時間ある方はね、まあ、そしてまあね、まだまだ安心できる世の中ではないんですけどね、こうぜひ、はい、遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。はい、あとはあのまあこれは全然予定なんですけど、今月もう一回インスタライブやろうかなと思ってます。はい、ただまあ本当にこれは予定でいつやるとかはちょっと決まってなくて、なんかただやりたいなって、あのインスタライブは本当ちょこちょこいっぱいやりたいなって思ってるので、あとまあセイランが始まる、10月公演が始まる前には一回やりたいなって感じですかね。ただまあリハがね始まるん で、しかも今回リニューアル公演なんで、まあ、リハ期間も割と取ってあるんで、まあ、どこでできるかなっていうのが、まあ、ちょっとまだ全然見えてないんですけど、まあ、リハ合間を縫ってって感じでまたやろうかなって思っているので最後にむせるっていうなんか急になんかむせちゃった。はいちょっとお水の落ち着かないとね。はい、なのでまたぜひ見てくださいね。ちょっと待って、最後じゃあ元の画角に戻そう。あ、別に、はい、なんでまたよかったら
お付き合いください。ということでいやなんか私今日さ考えてきたことあったんよ。あのスプラの何回スプラの話するんだって感じだけど、あと最後引き伸ばしすぎだけど、あのなんていうの、インスタライブじゃない一番くじを引いた時のね話とかしたかったんだけど、なんかもう なんかすごいことになってるね。今更って感じするんで、まあ、またどこかで話せたら話します。はい、ということで今日も楽しい時間ありがとうございました。あ、さあこっちコメント見えないんだ。あ、みんなねありがとうございます。むせてるとかね、最後の最後にねむせちゃったけどありがとうございました。なんかいつもこのねバイバイっていうのは名残惜しくなっちゃうけどね、またしますので、その時までインスタライブ待っててください。じゃあねー、はい、バイバイ、おやすみ。